You know.
山本にリーダーさんね、この方の曲をやらせていただくっていうのはね、やっぱいろいろ大変よね。リンダのイメージ壊しちゃいけないし、かといって歯ごとか揺れないしね。<笑>みんなでね練習して楽しくなってもらおうと思って、僕が毎回毎回ですよ、お母さんたちね、丸食で買い物しながら、今日の晩ご飯何しようかなっていうのと一緒で、あそこの別荘どうしようかな。 そんなことをやりながら、あの、活動させてもらってます。さだたんめまして。気合いを打ちまでーす。今日本当に、もうこんな時なのにね、こんな時だからあんまり大きな声で言えないんだけども、いろんなところから本当にありがとう、みんな。ありがとうございます。じゃあね、今日、一番多分みんなが頑張ったんじゃないのかな。<笑>次の曲、なかなか見れんよ。もう噛んだし。こればっかり3ヶ月練習してたから。ちょっと大きく言うた。ごめん。ちょっと膨らましたかもしれない。でも2ヶ月は練習してやろう。ね。はい。じゃあね、これまた、みんな、誰もが知ってる曲。
ね、おばちゃんたち一生懸命やるから見てあげてちょうだい。行こうか。
ちょっと目が回った、頭振りすぎた今。はい、ここで5分 MC が入ります。はい、係さん5分 MC ここで入ります。はい、本当にね、怒涛のように駆け抜けました。改めまして、ライブ自体は、ちょうど2ヶ月ぶりになります。去年の12月の末にね、久留米の方で、ライブをやって、その後1月のライブが中止になってしまって、だから本当に皆さんに会うには2ヶ月ぶりになってしまいました。改めましてこんばんは、キム・ヨイチボです。そんなキムさんですね、毎年ですね、年末になるとキアのお友達さんの一人がね、こういうものを作ってくれるんです。これパッと見 CD みたいでしょ。でもこれね、実はカレンダーなんですね。で、本来なら12月1月でこれ全部配布が終わっているはずのものだったんですけども、何せもう皆さんに会えないのでお配りできなかった。だからもし今日ね、初めてキハを見ますっていう方ももしかしたらいるかもしれないし、キハのメンバー誰も知り合いませんよっていう人がね、いる、初めまして、初めまして、はい、いるかもしれない。今日これ30個ぐらいまだあるんです。だからもしよかったらですね、終わったらこれもらってもいいよっていう方いらっしゃいましたら、ぜひもらいに来てください。そして加えてですね、実はさっき2つ前に入れました。もう持っててもね、まずは持ってない人に先にあげて、でも多分ね、持ってない人にあげても多分まだ余ると思うから、今トイレに飾ってるけど、もっと他の場所にも飾りたいっていう人がいたら、もう持って帰ってもらってもいいです。あとはこれ、2つ前に頑張った親父バンド今橋のカレンダー、実はですね、はい、こちらもまだあと何枚か在庫が、何、どっかのホーム、グループホームかどっかに用意してもらってね、いっぱい貼ってもらって、来年からちょっと数字を大きくしてもらう。ああ、そうだね、これね、ちょっとね、もう今井さんなんかこうせなみにもね。はい、この今橋カレンダーとキハカレンダー、もし本当よかったらですね、今日出会えた記念にっていうことでもらって帰ってください。終わった後カレンダーくださいって言ってくれたら、もう私たちそれだけでもうね、明日から幸せな日々が送れるかなと思う。で、これ誰か5分で測ってくれてるんですか、時間。あ、ほんと？ほんと？あと1分前とか言ってくれるの？まだ？今何分なのね。じゃあね、何喋ろうかな。おかんたちの告知は、だからそう、だから今度3月17日水曜日、来月ね、ディナーショー。そう、実は2年前やったかなに一度そういうお話をいただいて、ご依頼が来て、うん、お客さんが旅立して俺たちが引き出したら止まったよ。そうそう、うるさすぎてね。そう、普通ね、また来たね、毎月やってる、やってらっしゃるんですよ。小倉の朝のパティオっていう、小倉駅の裏にあるカラオケボックスさんなんですけどね、そこで毎月やってらっしゃって、本来はだからピアノの弾き語りの方とか、カルテットの方とか、要はお食事をしながら美味しくいただきながらゆったり聴ける方のライブがほとんどないよね。ジャズのピアノの人とかで、なぜかそこにうちが2年前に呼ばれて、で初めてドラムセットからね、アンプから組んで、で広さ的にはね、そうね、ここからこっちぐらいの広さかな。だけど奥はうん、そうね、これの半分ぐらいの広さの場所なんですけどね、そこで生楽器にPA ぶつけて、ね、スピーカー置いてバーンぶっ放したんですよ。そしたら皆さん食事してる手が止まっちゃって、私たちこれで本当にやってていいのかなっていうぐらいね、だって、で、よかったですよなんて言われてありがとうございますって書いたけど、もう二度とオファー来ないだろうと。もうこんなじゃ二度と私たちオファーもらえないだろうと。ああ、ごめん、話聞いてなかった。もう5分になった。そうそんな感じでね、でも奇跡的にね、2年ぶりにね、そうそう来て、もう一度っていう話が来て、私たちも小躍りしちゃってね、あれでよかったんだ、あれでもよかったんだみたいな感じでね。はい、それが3月17日あります。6000円ですけどね、もし興味がある人がいたら私の方で声をかけてください。はい、じゃあ残り後半戦、ここからもね、皆さんへの思いを込めていきたいと思いますよ。次もみんなが知ってる、きっと知ってる歌だから、手振りなんかあるから、もしよかったら一緒にやってください。
げな。あのね、これね、そう、振りね、簡単やったやろ。あの、これはね、お祭りにね、私たち、あの、よく呼んでいただいて、もうあの、福岡県中ね、いろんなところに普段を行かせてもらってたんです。でも、あの、去年1年間、本当に見事に、その前の年はですね、ケムさんはね、年間28本のライブをやって、そのうちの半分以上の14本が、野外でお祭りだったんです。それが、まあ見事に、去年1年間、あの、言うてもね、あの、2、3本はやれるだろうと思ってたよね。で、みんなもやっぱちょうど1年ぐらい前にね、あの、コロナが危ないらしいよみたいな話が出始めて、あの、皆さんも、なんでしょう、あの、こんなに長引くなんて思ってなくて、で、やっぱりあの、ほら、人を、が来てもらわないと始まらないお仕事をされている方、本当にもう皆さん生活が一変してしまってね、あの、辛い一年になりました。で、あの、私たちはいろんな場所にこう行って、みんなが知ってるような、誰もが知ってるような曲を自分たちらしく、演奏するのが好きでやってたんですけど、あおちゃんどこ行くと、もう次の曲行かないけんか、バーンだ。どこ行きようと、何？いや、お仕事のごめん、終わってからにしてもらえない。いい話が今のお仕事で台無しになりましたけどもね。はい、あの、うん、まあ、そんな感じで、あの、今までゲイツではね、こう、もっとこう、なんて言うんだろう、こういう曲はあんまりやらなかったんだけど、今日は、いろんなところで皆さんと、本来ならまあお祭りで楽しんでたような曲をね、いっぱい持ってきました。で、最後の曲、今日もね、島を、海を渡って会いに来てくれた人もいるし、で、この曲はお祭り行った時にね、よく私たちが、その地元の人たちの、地元への気持ちみたいなものを、ね、代弁するような気持ちで歌っていた歌なんだけども、今日はね、今年、この歌、去年1年間全く歌わなくて、うん、あんだけやってた曲を去年1年間全くできなくて、でも改めて歌ってみたら、島安住の宝っていう曲なんだけどね、島の人にも守っていきたい宝があるように、私たちには私たちのね、守っていきたい宝がたくさんあって、こういうライブもそうです、お店とかもそうです、都会にもね、いっぱいみんなが守っていきたいものがあると思います。で、今日ね、ここを集まってくれたみんなは、その宝物を大事に持ってくれてる人だと思ってます。だから、これからもルールの中で、こういう時間、みんなと一緒にできるように、ごめん、始まってくれる。はい、行きたいと思います。本当にありがとうございます。I'm not afraid to die.
残念ながらいよいよ最後の曲となりました。座りっぱなしも足腰が痛い時もあるかと思います。おしゃれだったらお立ちになって最後一緒にね。
いつも時間いっぱいだと思うとアンコールいけないつもりで全力でやっちゃった。ごめんね。みんなどうする？そのまま立ててくれる？言ってくって言ったけど。立ててく。ごめんね。もう一回座るのもなんだしね。はい、じゃあありがとうございます。最後はね、みんなで本当にソーシャル気をつけながら行きましょう。で、ここ80になったら解散しなければいけません。残念だけど、まあ、終わって、だからカレンダーとか欲しい人はすぐここに来て声かけてください。で、その後は、また会える日まで、みんな元気に行こうね。じゃあ最後踊るよ。